加減七瀬は、筒井康隆の SF 小説、家族八景、七瀬再び、エディプスの恋人の主人公。人の心を読む力を持つ、超能力者の女性。主人公の3作は、七瀬シリーズあるいは、七瀬三部作と総称される。2010年時点で、シリーズ累計で430万部を発行している。筒井としては、唯一のシリーズ作品である。エディプスの恋人を除き、繰り返し映像化、漫画化された。中でも、七瀬再びは、同じく筒井の、時をかける少女と共に繰り返し映像化されたことから、評論家の大森望は、日本 SF の核のようになっていると評している。初の映像化作品はやはり、七瀬再びである。しかし1978年秋に NHK から放送予定で6月から撮影開始され、年内には撮影終了したものの、放送開始が1979年8月からに延期された。そのため2番目に制作された家族八景を原作とした RKB 毎日放送制作の芝生は緑が1979年2月放送と先んじることとなり、初めて公開された映像化作品となる。制作局は異なるが共に滝川裕美が主演しており、七瀬を初めて演じた女優ということに変わりはない。滝川が続けて演じることになったのは、七瀬再びでの滝川を気に入った原作者の筒井が、東芝日曜劇場から話があった際に推薦したことによる、びっくりハウス誌のキャラクター人気投票で1位になったことがある。性の家電の読みは、ひた。新潮文庫の2002年改訂版からルビが振られ、この読みであることが明示された。高校卒業後、住み込みのお手伝いとして様々な家庭を渡り歩いている。これは、自らの超能力が発覚する危険を回避するため、一箇所に長く落ち着かずに、社会から身を遠ざけることが理由である。家族八景劇中では18歳から20歳間近で、この約2年間に作中に描かれただけで8件の家庭を転々としている。美人だが、身体的に未成熟だった頃は、痩せていてガリガリと見られることもあった。19歳を過ぎると急に肉体的に成熟して女らしくなったが、あえて地味な服装で化粧もせず、お下げで子供っぽい髪型をしている。処女であり、貞操が危険にさらされることもあった。美貌と肉体的成熟によって、男たちの強い関心を引くようになり、その危険から20歳直前に家政婦を辞めることを決意した。七瀬のテレパシー能力は、精神力の強い相手であれば 8km 離れるまで人の心を読める。この能力は、生来のもので幼い頃は、自らの能力を勘であると思っていた。自分の独身能力については当初は、珍しい才能であるとは考えておらず、聴覚や視覚の一種という感覚でいた。やがて超能力者であることを自覚して、中学から高校にかけては関連の書物を読んで、超能力の本を読み漁るが納得のいく回答は得られなかった。父の家電誠一郎も、かつて超心理学の超能力研究の被験者として、著しい好成績を残していたが、七瀬が高校2年生の時に死去した。20歳になったばかりで登場し、その後、作中では2年間経過する。家政婦を辞めたことで少女っぽい髪型もやめている。自身に向けられた男性たちの意識を読むことで自らが類いまれな美女であることを自覚しており、どんなミスコンテストに出ても3位以下になることは滅多にないレベルだと認識している。テレパシー能力を持ったため思考が男性的になってきているものと自認しており、自身が超能力者であること、超能力者というものが存在する意味について論理的、哲学的に精察するようになっている。年代のテレパスとしての経験から孤独感を深めており、心許せる同胞は同じ超能力者以外にいないものと受け止めている。母の実家に向かう列車の中でテレパシー能力を持つ3歳の少年のリオ、未来予知能力を持つ青年、岩渕恒夫と出会う。これを機にのりおとアパートで2人暮らしを始めて高級バーでホステスとして働き出す。バーのバーテンダーだった念動力を持つ黒人青年ヘンリーと行動を共にするようになり、ホステス業で稼いだ金で北海道の石狩市に土地と隠れ家を購入。この時北海道に向かう船中で時間疎行能力者、両藤子と巡り合い、彼女の力で自分たちの超能力が発覚する危機を救われる。都会で多くの人と接する危険のあるホステスの仕事は、超能力が発覚する恐れが高いため1年で辞め、マカオのカジノで超能力を使って生活費を稼ぐようになっていた。しかしカジノでの勝ちっぷりから超能力者であることが発覚し、超能力者を敵視する謎の組織に命を狙われる身となり、北海道の隠れ家に追い詰められ、仲間たちを皆殺しにされ、自身も死を迎えようというところで、物語は終了する。手伏の市立主部高校に教務課職員として働いており、4月から勤め始めて半年になる。23歳。テレパシー能力は健在。ここでも学校一の美人として評判だが、背が高いため、半笑泥棒というニックネームもついている。喫煙者である描写がある。前作で死亡したかに思われた件については当初何の説明もなされていなかったが、家政婦として働いていた18歳から19歳の頃の記憶は保持している。周囲で不思議な事件が続発する2年生の生徒、香川智弘のことを調べているうちに、彼自身とも知り合うようになる。そしてかつては、智弘の母親、玉子であった宇宙医師により、七瀬は智弘と恋に落ちる。処女喪失の瞬間、宇宙医師と交代した七瀬が宇宙に君臨した。実は、前作で死亡しており、本作の彼女は、智弘の母親である宇宙医師により、息子の伴侶として選ばれ復活させられた存在であった。ありがとうございます。